はい、皆さんこんにちは。今日はですね、シュアラスターさんのですね、社員の、はい、木村亜美さんが、はい、違うんですか。どうもすいません、はい、突然ですが、私シュアラスターのアンバサダーを務めております、はい、木村亜美と申します。どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。まあ、僕が普段やってる洗車をですね、やろうということでですね、改めて、今日ですね、動画撮影をさせていただいております。二宮さんの洗車のこだわりとかってありますか。僕はこれ、まあ、賛否あると思うんですけど、最初にこう水で流すじゃないですか。その時に手で流す、手で流す、手でこう触りながらこうやるんですよ。こう手でこう、なるほど、クワッドロックつけたままでいいですか。いいです、つけっぱなしです、はい、こう手でこうやるんですよ。なるほど。ざーっとこう下の方までこうやってって、手で触りながらしっかりとホコリとか粉塵を洗い流す。そう、やっぱり、まあ、あんま油ついてるところとかは手についちゃうんであれなんですけど、撫で回すように、はい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 、いきなりスポンジでやってもいいんですけど、意外とスポンジって入らないんで、こう細かいところは手でいきますよね。気になる、はい、あんま傷つけたくないところの砂は必ず手でいくんですよ、うん、乗ったすぐ後にシャワーで結構エンジンの温度を下げるって言うじゃないですか、はい、二宮さんは乗ったすぐ後に洗車とかやんないですね。熱いもんね。ええ、やっぱその金属って急冷するのは良くないので、まあ、雨の中乗ってるとかだったら別に構わないんですけど、普通にドライで乗っててジャーってかけるとあんまりこう良くないかなという気がしますね。新品使っていいのかな、こっちに、こっちこれ使いかけがあるそうです。いつものやつあるんですけど、ね、結構大胆にかけますね。結構かけますよ僕で、まあ、まあ元々そんな汚くないんで、はい、あんまりたくさんこすったりはしないんですけど、やっぱスプレーなポイント、スプレーでできるっていうのは一番使いやすいし、なんつうのかな、やっぱバイク用にできてるやつだから、今これあんま汚れてないけど結構汚れてるやつでも落ちますよ、うん、アルカリ性のシャンプーなので、はい、結構油汚れとか虫取り粉なんか酸性の汚れになるので、そうなんですか。それに対して中和してくれるアルカリ性のシャンプーっていうのは、バッチリ落としてくれるのがお気に入りっていうことですよね。いいですね。今のなんかその脇役の説明、必殺技を説明する時のあれみたいな感じで、わかりやすく多量のエネルギーを消費するが、あの一撃で敵はコッパみじんだみたいな感じで、でまあ上からやっていきますよね。上からシャワーをする。そう、洗う場合、うん、上からやりますよね。食器洗い洗剤、まあ、はい、例えば中性洗剤とかって使ったこと。あ、いいよいいよってすっごいおすすめしてくる人はね、いるんですよ。いますよね。レース関係の人とかにすごい多くて、ね、なんかレース関係とか、なんかすごいエクストリーマー自称みたいな人がすごいおすすめしてくるんですけど、あれ何なんですか。なんでみんなハハモンを押してくるんですか。使ったことあります、実際。ないですね。ないです、うん、いやさすがに、なんか食器洗い洗剤で商品洗うっていうのはちょっとプライドが許さん感じでしたね。食器洗いを勧めてくる人ってね、エンジンオイルにエコな勧めてきたりするから、あ、そうですね、サラダオイルとかね、うんうん、なんか変な人多いじゃないですか。あれ言ってくる人って、ね、もしお勧めしてる方そのものだったら申し訳ないんですけど、私はもうじゃバイクシャンプー一筋ですね。それはもうそうですよ、ね、エンジンオイルにサラダオイルを勧めしてきたりとか、洗車するのに食器洗い洗剤をお勧めしてくる人とは絶対友達にならない方がいいと思います。希釈するタイプのカーシャンプー、ね、バイクシャンプーの時って結構捨てる分の泡も多かったんですよね、はい、そう大体バケツに残った分無駄なんですよ。あまり昼間は洗車しないタイプですか。僕暑い昼間は絶対やんないですね。夏場もやらなきゃいけない時はやってたんですよ。あ、そうなんですか。日中もそうで、その結果ものすごい日焼けし真っ黒になって、うん、でなんかお客さんとかそこら辺のおじさんとかに、兄ちゃんよく焼けてるね、ナンパかいみたいなこと言って、海行ってんの、サーフィンとかやってんのみたいなこと、よく遊んでるねみたいな、いいね若者は時間あってみたいな、すっげえ言われてめっちゃ嫌だったんですよね、うん、今も言われませんか、はい、私今日一発目に飲み屋さんに会った時、はい、よく焦げてますねって言ったんですけど、いや例年から言うと白いんですよ、はい、うん、ワンコの散歩で、あ、釣りと散歩ね。そうです、焼けますよね、ええ、でもビーチで泳いだりとかっていうのは、まあ、全くしてない。あ、ナンパとかね。ナンパとかできるわけがない。海の家とか海行ってもね、家族連れしかいないですからね今誰をナンパすればいいのって若い子は拾えないですか。若い子いないですよ。
ですね。え、声かけるんですか。かけるわけないじゃないですか。なかなかいい年してますよね。そんな勇気あるわけないでしょ。なかなかいい年してて行くのかなって思っちゃって。すごい言われるんですよ。なんか、けどチャラ男っぽいですもんね。そうそう、それね、なんか女の子と手つないだことない時から、やりっててましたからね。僕はその当時ね、きらめき高校で一生懸命片桐さんを口説いてただけなんですけど。きらめき高校ってあれですか、鬼面組とかですか。はい、いや違いますよ。違う、私立きらめき高校ですよ。鬼面組じゃないんですか。いや違います、みんな髪の毛色が違うんですよ。はい、きらめき高校です。はい、分かりますよね。分かります、ね、みんな髪の毛ピンク色の藤崎しおりが好きなんですよ。ちなみに二宮さんは、はい、あのボトル1本で大体バイク何台ぐらい使う。これ実は僕分かんないんですよ。大体その一箱使い切ったらなくなっちゃったみたいな感じで、うん、お願いしてるんで、逆に何台分ぐらい持つんでしょうか。どのぐらいいけるんですかってよくね言われるんですよね。はい、うん、1本買えば1年持つぞ。そうそう、詰め替えボトルいつ発売ですか。だから俺これ入れて使ってますよ。ここ終わったらこう薄めてシャワーラスターも ね早くこう専用のね詰め替え用がね出てくれたらいいなと思ってます。ちょっと SDGs っぽいですもんね。はい、でしょ、みんな そこら辺で捕まえた虫とか食べるやつでしょ。虫汚れとかってどうですか。虫汚れはでも本当正直な話させてもらうと、はい、虫汚れはすぐ落とすかどうかなんですよ。実は虫汚れ専用のやつとか、はい、5、6 種類買って、うん、実は全部試したの。へー、そうすると時間が経ってるやつでこびりついてるやつはほぼ全部ダメだった。虫専用とか溶かすやつとかもあって、だからね、あんまりその虫落ちるよっていうのは、うん、僕は言わないように。虫って時間経つと塗装と一体化するから、時間経つとどのくらいかっていうと、うん、夜走ってくっついたやつが昼間の太陽でじりじりやられてもう焼き上がっちゃったみたいな。あれすごい、爪でいくらこそいでも落ちないし、お湯当ててふやかしても落ちないから、コンパウンド使えないですね。うん、そうだから、ある程度諦めるしかないぐらいの強烈さですね。このフィンの間ってどうやって接触するんですか。フィンの間はすげえ難しいですよ。フィールブラシで、まあ、これちょっと汚いんですけど、うん、これ柔らかいやつ、はいはい、でをもう軽く当ててこう擦っていく。でたわしとかだとあれ結構金具が入ってるから傷つけちゃうんですよ。でこれをフィン専用のブラシを作ってみたりとかいろいろやったんですけど、結局そのなんか油汚れで固まっちゃうようなやつだと結構難しいですね。もう本当に簡単には落ちない。本当はもっとこれ本当にホイール用なんで、はいはい、あんま使いたくないんですけど、うんうん、こうやってで当ててこう軽く。フォークブーツの汚れとか私結構気になる方なんですけど、フォークブーツはどうしてます。僕ね、あんま気にならない方かな。これ消耗品だと思ってるから、しかしその割れたりしてくんの方が気になるん で割れを防ぐ方法っていろんなメーカーが、ね、あれあれこれあれっていうの多いんですけど、はい、いまいちなんかどれが一番いいみたいなのがちょっと分からんので、普通に水かけながらブラシかなんかでこすってやれば普通に落ちますよね。はい、サスペンションのあたりはどうやって。ああ、見える。リアショックのスプリングのところですよね。そうそうそう、見えるとこしかできない。この中をきれいにするのも分解するしかないんで、うん、まあ、あんま僕は、ね、正直これ気にしてない。積極的にこう腕を入れて洗うってことはあんまりしない。うん、ない。手も怪我するし。けどすごい綺麗ですね。これまあ新しいから1000キロ走ってないんで、でできればその、まあ、2年でオーバーホールしちゃう。あ、なるほど、うん、っていうのが一番いいと思うんですけどね。まあ、泥ついたりとかしたら、まあ、外からこすって落ちる範囲だったらやるんですけど、やっぱそれでも中の方が絶対きれいにならないから。あとはスポークとか、うん、ディスクとか、そう、雨水で錆びそうなところは、はい、まあ、なるべくその雨降った後でも走ってきた後でもちょっと水でかけるだけでもいいんで、うんうんうん、落としておくといいと思いますけどね。錆を防止するっていう、はい、そうです。バイクシャンプーの後はやっぱり宮さんといえば、ね、もうこれ何本使い切ったか分かんないですけどね。広範囲の時はこれ拭いちゃいますけどね、うんうん、狭いとこやりたい時はこうやりますけど、まあ、濡れてる順番とか決めてます。中古車屋の洗車のコツというか、その原車確認とか来たりとかした時にやる場所って順番があるんですよ。うんうん、まずタンクなんですね。え、なんでですか。まずいろんな人がバイク見に来た時に最初に気にするのがタンクで、またがった時に触るのもタンクなんですよ。うんうん、だいたいこうやって触るんですよ。別にこの辺とかこうお尻周りをこう触るんです。
なか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 あのお腹の下をこうやって触ったりとか、フェンダー触ったりとか、ライト触ったりっていったらほぼいないんです。いないですね。はい、でおーってまたがって次にここをこう触る。ので、ここを必死に磨くパターンが。こっちはやっぱこういうマットペイントで使えるんで。はい、でも直接拭いてクロスで。そうですね。で僕が言うと何でもよくなるんですけど、そうそう、はい、なんかこうね、なんかこう。肌触りがいいね、君の肌はきめ細やかだねって感じになるんですよね、はい、なかなか機械をこうエロくするってなかなか難しい話術ではあるんですけど。ちなみにゼロフィニッシュの一番お気に入りの、ね、一番お気に入りのポイントって何ですか。これね、言っていいのか分かんないですけど、他 の, 液状ワックスとかを使ってた時はやっぱりこう塗るやつと拭き上げるやつ分けるじゃないですか。分けます、ね、これ1枚でできないじゃないですか。分けるし、一回こう塗りを入れてから乾くの待って、で拭き上げるけど必ず拭き残しあるんですよ、うんうん、これ拭きながらできるから拭き残しはほとんど出ないし、すごくやっぱり仕上がりまで時間早いですよね。こういうなんかどこでも使えるポイントがいいですね、うん、濡れてる状態でも使えるのがいいですよね、うん、そうそう、乾かさなくていいのは結構でかいかも、うん、あとまあこいつ自身がその保管しやすい、どっかポイって入れといても、うんね、乾いちゃったり漏れたりとか、いつまでか蓋が開いてたりとかないじゃないですか、うん、ないですね。そう、そういうのはね非常にありです。で僕なんかよくね蓋をなくします、それでまあでももうだいぶ長いことこれ以外使ってないんで、もうこれ一本ですか、うん、何年かな、もうだって最初に石原さんお目にかかった時からもうずっとだから、うん、昔缶のやつを練りのやつ、だいたい家に1個ある、使ってました、実家に。あります、ありました、はい、なんかワックスの塗り方が非常にこういろんな人がいて、こうするといいという人、あとこうやって塗るといいっていろんな流派がありましたバイクで固形ワックスって使ったことありますか。あ、もちろんありますよ。固形ワックスの面白いところって、一回この固形塗るとこう白くこうね、はい、塗られるじゃないですか、はい、あれをこう拭き上げでこう剥がすときが一番楽しいですよ、はい、そのロゴの部分に白いのが溜まっちゃうとか気になったりする、はい、いやそれ超気になりますね。気になりますよね。超気になる。その対策とかって、うん、例えば、ね、いや自分のだったらあんまやんないかな、ほっとく、うん、であとステッカーデカールとかの脇にも結構つくんですけど、うん、まあでも正直ある程度はもうしょうがないと思ってますけど、ね、すげえ蚊に刺されてるのさっきからすごい蚊に刺されてる、皆さんぜひバイクシャンプーとゼロフィニッシュを使ってみてね、はい、この2つだけあれば、この2つあれだけは車も行けますんで、はい、いいと思います、はい、野宮さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、蚊に刺されるんで、はい、はい、閉めましょうか、そろそろ撤退しましょうか、はいはい、蚊に刺されました、はい、ありがとうございます、5箇所ぐらい、バイバイ。いや、かゆかゆ。超かゆい。めっちゃかゆい。